平野紫仕様のインスタ優越性。なぜ10倍のコメント差が生まれたのかこんにちは、読者の皆さん。ジャニーズ事務所のキングピンス、長瀬角イコール24、高橋山イコール24が、最新アルバム、ピースの発売初週で約342万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキングで1位に輝きました。これは素晴らしい成績で、 グループの根強い人気を証明しています。しかし、注目すべきは、元メンバーの平野市要26がインスタグラムのコメント数で実に10倍の差をつけられていることです。金プリとしては、グループと同名の1枚目のアルバム、キングピンス2019年6月。 から全6作ベストアルバム含むで1位を獲得したことになり、史上4組目の快挙を達成しました。しかし、平野ら元メンバーが脱退してから、二人での活動がスタートしたことを考えると、上々の売り上げと言えるでしょう。一方、もう一つの注目すべき数字は、キンプリのインスタグラムに寄せられるファンからのコメント数です。 この数字が低調なことが指摘されています。どんな写真をアップしてもコメント数は2000件ほどにとどまり、これはタレントの人気や状況を示す重要なバロメーターとされています。芸能関係者によれば、他のジャニーズタレントのインスタのコメント数も同じような感じです。金プリだけが特別低いわけではないのですが、平野のインスタのコメント数は2ケラ3万件で、 桁が違うんです、とのことです。インスタのフォロワー数では、キンプリが235番人、平野が388番人で差があるものの、コメント数だけ見れば10倍の差がついているのです。それでは、なぜ平野のインスタのコメント欄は大盛況なのでしょうか制作会社関係者によれば、 平野は今、ドラマや歌番組に出るわけではなく、SNS の展開に注力しています。インスタの使い方も巧みで、特にストーリーズの質問機能を使ったものが面白いと評判です。そこからファンになった人もいるほどです、とのことです。平野はストーリーズでファンから質問を募集し、率直な回答を連発し、それがネットニュースで話題になりました。 ジャニーズを辞めた辞めジャニーがそうであったように、平野も退場後、地上波番組からは姿を消しましたが、巧みなインスタ運用によって露出が激減した感はないのです。金プリの現メンバーと元メンバーの間に生まれた10倍の差は、今後、それぞれの活動にどのような影響を及ぼすのでしょうか この10倍の差はファンとの緊密なコミュニケーションがアーティストの成功にどれだけ寄与するかを考える上で非常に興味深い事例と言えるでしょう。インターネット時代においてファンとの接触はアーティストの成功に不可欠な要素となっています。平野紫仕様はその成功の鍵を手に入れたのかもしれません。以上のことから キンプリと平野紫仕様のインスタグラムのコメント数の10倍の差に迫り、その背後にある興味深いストーリーをお伝えしました。読者の皆さん、この記事がお役に立ちましたでしょうか今後もエンターテイメントの最新情報をお伝えするために、引き続きお楽しみにしていてください。